俺とかだと怒られるんじゃないかってまあ怒るんだけど確かに <laughs>、うん、思ってる人とか怖い,、ね、怖いなって思ってるし <laughs>、はい、優しくしてほしいんじゃないですか。なるね。ああ中に。うん。優しくするとでも大変なんでね。特にいろんな誤解をする人が増えてくるんじゃないですかね。<laughs> うん、やっぱりね女性のコミュニティってすごい治安いいです。<ー>もう本当に九十八七パーセント女性なので、うん、で目立つのはこの三パーセントの男性がたまに悪いことしてる。 <laughs> これ排除したいですね。<laughs> そ,うすねそうなんですよ。ネズミコとかね、このグループに対して何かマーケティングしようとするのは必ずなんか入ってくるわけですね。あの三パーセント。そうなんですよ。で、こうお金持ちの女性が集まっていると思って聞きつけて入ってくる人とか、河村真紀子さんって誰ですかって言われたことあって、入られた方に。<laughs> まあでもね、うん、そういう人たちはいて、割と社会の中で孤独だったりとか。 その比率がやっぱり低い分地方に行けば行くほど多分女性の経営者だったりとか何らかで稼いでる人とかっていうのがまあ入れるコミュニティがなかなかないんでしょうねっっですね,そうですねあとバリキャリ女子もやっぱりあの企業とかで阻害されてたりするんですが、うん、どうしても男性が多いので特に仕事できればできるようになるほど自分は孤独になっていくんです私もそうだったんですけど。うん ほ,でほらおいしいご飯を食べに行こうと思っても、はい、行く友達がいないとか <laughs> なねなんか女性の同年代の例えば友達同士で一人5万円する料理屋さんに行って。はいはいはい っていう時にどうしようかって思うわけよおごるのもなみたいな誘うのもあれだしだ誘っても払えないかもなとかいろいろあるじゃないですか大変ですよねそこもねそこも多分大変なんだと思うんですよねここのメンバー間であればそこもスムーズだっていうことある程度安心して誘えるというかそういうところの食事会をやっても人が集まるとかそうですねそういうのやっぱね大変なんですよなんかね 例えば56人単位じゃないと取れないお店とかもあったりするからお寿司屋さんそれをなんかね1年後の予約を取ってて人集まんないどうしようみたいな。 結構男性同士だとねそこまでいろんな人がいるので一緒に56人で高いところ食べに行ったりとかもできるかもしれないけどだ年下の女子におごるとかって言っても社会通念というかそこまでんか変じゃないいしら。おごる側もおごられる側も特にそこまでえんかとんでもないことしてんじゃないかみたいな感じにはならない。 あと中にはそのメンバーの起業家を支援する制度などもあるっていうお話もあるんですけどあ、はいまあ、自発的にできたグループで、はい、あのママベンチャーとか美容ベンチャーとか何個か分かれてるんですけれども、うん、この間堀江さんの番組にも出させていただいたミモザの西田さん、はいはい、結構ツッコミ入れられちゃってましたけれども覚えてますかなあな,なんとなく覚えてます育休サービスのね、うん まあなんかそういう方たちがやっぱりその普段の自分たちの生活の中ではこうビジネスパートナーは見つけられないんですけど西田さんのグループも6人ぐらい全員がオンラインサロンのメンバーで構成されてまして例えばロイヤーがいたり会計士がいたりっていうふうな形でですね IT の営業の人とかみんなパッと集まれるのでまあそんな感じでいろんな起業していてで私がその優勝した人を支援するみたいな。 形です。はい。一人万人もこれ勧誘を抱えるとなると。このサロンのこう治安を守る運営みたいなのも、だんだんもっと難しくなってきたりとかしないもんなんですか。あ、あの、しますね。で、うん、途中で本当に手に負えないぐらい。一万円払って、アンチする人とかがいっぱい出てきちゃったんですね。<laughs> なので、えっと、まあ、それはアンチなんで、特にその、なんだネズミ講とか、そういうひどいのじゃなくって。うん、まあ、なんか不、不平不満、うん、ありますよね。 その、ないですか、怖いから、ないか、堀江さんは。そう、結構ね、あの、悪口やったりとか、いろいろ書いたりとか、掲示板に。ね、わけ、わけわかんないこと言うやつは、マジでお前、あれだよって、大会処分するよ、みたいな、もう。ガツンって言います。ああ、ここはあれだからって、あの、なんか、会社じゃないから、ここあって。うん。解雇規制。ね。だから、ないから。解雇規制もないし、いや、最初から、ここは、俺の管理する場所だから。 あの俺に文句があるんだったら出てけっていうふう<ー>な前提前提なんで、<laughs> でもそれが前提なんで、前提で集まってもらってるんで、でね、お前のわけわかんない理屈を聞く必要はないっていうふうに言っちゃいますね、はい、僕は。集まった女性の中から今の現代の女性が抱えてる悩みとかもすごい見えるようになると思うんですけど、なんかどういうことが問題だなとかって見発見されたこととかありますか？ ああそうですねやっぱりなんか日本社会のその女性特に働く女性の難しさとか居場所のなさとかっていうのが20年前の私の頃とほとんど変わってないなっていうの思います,す、ね、残念ながら変わってないって感じるんですやっぱり意思決定している層が男性で年上の方が多いのでどうしてもそうなりますよね、うん、なるほど えここからはですね、まあそういったお話ともこう紐づく話かと思うんですが、川村さんのですね、波乱万丈なバリキャリ人生をお伺いしていこうかなと思っています。はい、えー、これ川村さんの年表なんですがあの東大阪の高校入学するんですけど、まあ暴走族の彼氏との交際があって、窃盗や暴走行為で歩行歴もあるということですね。ユシーバークレーの方卒業後、まあリーマンブラザーズにえー就職し、こう20代で結婚出産されてるんですよね。 で離婚されてシングルマザーになった後にゴールドマンサックスに転職をされてそこから10年近く活躍されて45歳でこの1万人を超えるオンラインサロンを開設しこちらでまた離婚ということであの年表がございますこれまずじゃあ高校時代から聞いていきましょうかね皆さん興味あると思ってこれかなりやさぐれてたと思うんですがこれ高校時代の写真です向かって左側ですねどういうような高校時代 偏差値40代の,あの東大阪の公立の学校に行ってましてとにかくやさぐれてたっていうかもうそれが普通だったんですよね,ね周りも。はいうん、でまあ,あのちょっと将来が見えなくなって、うん、このあとどうなるんだろうって思っていながら日々こうやさぐれて学校も行かずに家出とかして生活してました。うんうん、やんちゃな感じだったんですね。<laughs> そうですねはい、うん これ海外ですかこので,そうですすかそうねこれも高校3年生になってるんですけどいよいよ受験とかそういう話になってきた時に、うん、私このままじゃ受験とかしていい大学とか行けないってことに、うん、まあ気付くというかもともと分かってたけど改めて現実を突きつけられまして、うん、だったら少なくとも英語でもできるようになったら人生生生きていけるかなと思って、うん、親に頼んでアメリカの高校に行かせてくれって、うん、高校3年生ですね。 当時すごい身一つで向こう行った時の刺激って多分相当じゃないですかなんかやっぱり一番感じたのはその日本社会で当たり前だったことって別にアメリカに行ったら何も当たり前じゃなかったっていうことがすごくたくさんあったりとか、うん、あと勉強の仕方も全然違ったんですね、うん、日本で落ちこぼれだった私なんですけど、うん、意外とアメリカの勉強を簡単に感じて。うん なんかできるじゃん私みたいな感じになりましてで日本の大学受験するんですけど関西では一応一番まあ私立の中で一番いいって言われてる関西学学院大学に受かるんですねでそこまではもう親とかもすごいもうハッピーでよく漢学に受かったと。 もうみんな親戚も本当にあのマキコがっていう感じになったんですけれども、うんうん、私の中では私はもうロサンゼルス見ちゃってるので、うん、関西学学院大学じゃゃだっっって思っちゃったんです、うん、私もしかしたらハーバードとか行けるかもって、うん、いうふうに思ってしまってもう一回アメリカに帰ります、うん、<ー>これ,これ大学卒業後これリーマンえブラザーズに入社するんですけどこれどういった理由になるんですかね やっぱりアメリカに住んんででいるとお金っってすすごい大切なんですねやっぱりその資本主義がすごく進んだ社会がアメリカだとするとお金があるかないかかででで健康とかまで関わってくるんですよねなのでの例えば住む地域とかでも危険だったりしますしお金を持ってないといい車に乗れなければ結構危険だったりするっていう世の中だったのでお金をとにかく稼がなきゃ話にならないなというところで。 大学卒業した時にじゃあどの業界のどの会社に入れば一番給料をもらえるんですかっていう時にゴールドマン・サックスとリーマン・ブラザーズを受けてゴーーールドママンン落ちてリーマンブラザーズに行きました当時金融っていうとやっぱすごい一番バブルというかそうですねす一番例えば入社したら先輩40歳ぐらいの先輩が「 ボーナス三億もらってるとかそういう夢が見れる時代でした。<laughs> なるほど。それでゴールドマンサックスこれ堀江さんとちょうど出会う頃だと思うんですけど、はい、これってリーマンショック前あと同タイミングぐらいですよね。このゴールドマンサックスの転職。えっと、リーマンショックの二千八年のリーマンが破綻する三ヶ月前にルゴールドマンサックスに移ってます。めちゃくちゃタグッドタイミングです、ね。はい。それってね。 ということでこれ川村さんのゴールドマン・サックス時代の営業術というのを出してみたんですが、うん、これ営業術相手の話を聞くのは9割鬼チェイスが基本自分のために動いてもらう、えー、グローバルな観点からの交渉術みんなと同じサービスはしない自分の言葉で話す相手のいいところを見つけるなどあるんですけれども、うん、堀江さん当時川村さんと最初出会った時にどんな女性でしたこの頃の川村さん。ななんんかなんかそのまたルッキー済み日 とかかってて言われれ批判されるかもししないいけど、はい、そのの上司の人がいました、うん、で僕はまあ仲良くさせてもらってたんですけど「うん、俺のさなんか大ファンのうちの社員がいるんだけどさ、うんうん、なんか今度みんなで飯行こうよ」って言って行ったんですよ。でその上司と僕と川村さんと川村さんの、まあ、後輩の子が4人で来たんですよ。はいで ちょっとその女子の方には失礼なんだけど、ずっと年下だと思って、そしたらなんかなな,なんで、ね、年齢なんで聞いたのかな、な,なんかで聞いてえーと思って、もう一人の子はもう本当入社1年ぐらいの、割ともう若手の子で,で、ね。 僕は年上だと思ってたんですけど全然違ってたっていうのそれすごい印象深くて「くね、え,ー、え何やってんの?」みたいなしたら、はい「なんか月に2回は韓国に美容に行ってて」みたいな「はい、すげえ」はい、みたいな、はいいや。だからその美容にめちゃくちゃ金かけてるんですよ。 当時から美容とかやっぱすごい興味のある領域だったんです、ね、そうですね多分私のオンラインサロンに皆さん共感していただけたのも、うん、そのいわゆるバリキャリって皆さん美容とかも諦めて髪も振り乱して、うん、とにかく男のように仕事しないとダメみたいな時代がすごく長かったと思うんですね、うん、そうするとやっぱり若い子とかってそんな私そんなことできないってなっちゃうと思うんですけど、うん、多分私に共感していただけたのは仕事もするけど美容もする頑張るし、うん あのグルメとかゴルフもやったり、うん、楽しくもしながら仕事もしようっていうところをあと自分ができないことは、はい、ちゃんと割り切って人に頼むとか。ははははいはいはい、はい ファッション実はちょっとファッションセンスに相当欠けてましてあの自分では全く自信がないところなんですけど、はいまあ、お友達のスタイリストとかに、はい、あの頼んで必ず2週間に一回一緒にお買い物行ってもらって、はい、私の体型だとどれが合うとか全部選んでもらってトレンドも入れてもらって、はい、あのちなみに今日の服装も全部そうなんですけどはだからでもそういうところとかも含めて、はい、ああ,あの、うん 気持ちがいい人。はいうん